え皆さん、こんにちは。北海道留学センター東江です。えー、本日こちらの動画ではですね、えー、オーストラリア国内7キャンパスあります、えー、レクシス・イングリッシュ。えー、と、こちらのレクシスなんですけども、その7キャンパス中ですね、あの、パースだけ2キャンパスありまして、まあ、パースシティ、パース中心部ですね。あともう一つがパース・スカボロ・ビーチって言いまして、中心部からちょっと離れたところにあるビーチのそばのキャンパス。2つあるんですけども、この2つのキャンパスの特徴などについて、 あの、日本人、あの、マーケティングマネージャーの和歌子さんからご説明いただきたいと思います。それでは早速、和歌子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レクシスイングリッシュの、えっと、マーケティングを担当しております、山口です。えっと、今日は、レクシスイングリッシュの、えっと、パースですね、の学校についてご紹介をさせていただきたいと思います。ええっと、レクシスイングリッシュですが、 えっと、オーストラリアの中にあの7つキャンパスがあるんですがその中でもウエスタン・オーストラリア州にある、うんえっと、パースですね、まあ、州都のパースに2つキャンパスを持っています<っ>でそこのキャンパスに関してのご紹介なんですが、えっと、まずはウエスタン・オーストラリア州についてお話をさせていただきたいと思います。うん で日本では、ね、もちろんオーストラリアはすごく人気はあると思うんですが、うん、中でも、あのー、東側、右側というか東側は結構こう、えー、よく話を聞いたり人気があるんですが、うん、実は西側、ウエスタン・オーストラリア州ってそこまであのすごく知られているっていうわけではないエリアなのかなと思っています。うんはい、ただこののウエススタンオーストラリアっていうのは もうこのオーストラリアっていう国の3分の1を占めるとっても大きな州なんですよね。時差に関しては日本が朝9時だとパースは朝8時なので、うん、1>, 1時間だけしか違わないので日本との連絡がしやすいっていうのはやっぱりその留学をする上ではすごく助かることが多いのかなと思います。うん でそれぞれこう人口とかあの気候っていうのも書いてるんですが特に気候ですね、うんで、地中海性気候っていうとこう中学校の,地理あの授業とかを思い浮かべるんですが、うん、あのこの気候に関してはもうとにかく過ごしやすすいで,すで冬は雨が多いときもあるんですがやはり1年を通してすごく温暖で乾燥をしているんですよね。うん、なので 乾燥している分こう、ジメジメしていないのですごく過ごしやすい、うん、カラッとあのしたあの気候が多いですで。特にパースなんかに関しては、あの私自身も出張に行ったときに、38度だったんです。<の>で、はい、ニュースで38度って見て、わ、もうすごい暑いな、どうしようって思ったんですが、うん、実際について、あこれが38度っていうような。 であの普段私がいるのがクイーンズランド州なんですが体感としてクイーンズランド州の32度くらいの間隔がパースの38度だったんですよね。<laughs> なのでそのくらい本当にこうカラッとして暑くてもあ,のあまりそこまで気にならずに過ごせるっていうのがすごく留学中も過ごしやすくなるのではないかなと思います。 これがあのウエスタンオーストラリア州ですね。はい。で、そこでじゃあなぜこのパースというところに私たちも2キャンパス持っているのか、あとはどうして留学としてこのパースというところがいいのかというところなんですが、はい、このパースっていうところはオーストラリアの中でもすごく経済力が強いんです。うんで。この資料を見るとちょっとこう難しい言葉で書いてしまってるんですが。うん ただ経済力が強いと何がいいかっていうとやっぱり留学をする方も気になっている仕事っていうところにつながっていきます。うんはい、でやはりその経済力が強いと仕事もしっかりとあってで仕事の可能性が増えるっていうところが1つありますしであとはその中でお仕事の。 平均のお給料がオーストラリアの中で一番高いっていうのも、うん、あのウェスターン・オーストラリア州の特徴になっています。なので仕事のチャンスがあってもらえるお給料もきちんとしているっていうのは、うん、やっぱり安心感につながってくるのかなと思いますね。はい、であとは 生活費が他の州と比べると比較的抑えられるというところもあると思います。うん、で、これはあの、正直なことを言うと、<っ>家賃とかそういうところに関しては、そこまで大きくは違わないと思います。うん。ただ、どちらかというと、そのライフスタイルの面で、<っ>食費であったりとか、交際費っていう部分が抑えられるっていうところがすごく多くって。 での入ってくる分と出ていく分のバランスが取りやすい傾向にあるっていうのもパースの特徴になっていると思います、はいで。あとは留学に適した学習環境ですね。うん、で、えっと、パースに関ウェスタン・オーストラリア州に関してはあの住んでる方々が海外にルーツのある人が多いんです。で、それが2人に1人というような環境です。 でそのことからもすごくこうインクルーシブな環境になっていてうん、うん、海外来た留学生もとても生活をしやすいというのがあります。なのですぐにこ,うあのここの一員だっていうのが感じられる環境だと思いますし、うん、あとは英語力がまだ低いっていう段階でもすごくその気持ちを分かってくれる人が多い。でこう英語ができないから ダメっていうようなイメージが全くなくって、すごく挑戦がしやすいエリアだと思います。うんはい、であと,、えっと、パースの良さに関して、ちょうどいいサイズですね。うん、なのであのすごくその都市部とあの自然のバランスがいいです。なので、留学を希望する方の中で、 都市部は避けたいけどでも田舎すぎるのもちょっとなっていう方に関しては本当にサイズ的にはあのちょうどいいサイズの場所かなと思っています <laughs>、はい、であとやはり住みやすい都市ランキングっていうのをこう世界中であの調査をするときがあるんですが <laughs> パースは必ずあの上位に食い込みます <laughs> なのでそういうようなもう世界中の人たちが住みやすいって感じるような場所で。 <laughs> あとは留学生自体が他の州と比べてもまだまだ少ない環境なんですね。はい、なので、そういうところで留学生も少ない、でも馴染みやすい、でも経済が強いから仕事が見つけやすい、そういったところがやはりパーツに留学する上でのすごくあのいい特徴、メリットっていうところになってくると思います。<laughs> でそこにプラスをしてこのウエスタン・オーストラリア州っていうのが、うん、州を挙げて学生のサポートっていうのをすごくしてくれます。<あ>なので例えば空港だったりとかまたはパースのシティの中に州が運営をしてくれている留学生のための相談施設っていうところがあります。そ、うん、そここががという場所なんですがそこです あの例えばこう、いろいろな留学生に対するイベントを行ってくれたり、<laughs> お仕事の相談に乗ってくれたりとか、でそういったものもあのすごく力を入れてやってくれているのが、このパースというところになってきますね。で、そういう魅力的のあるパースという場所にあるのが、この私たち2つ、キャンパスを持っている、このシティキャンパスとスカーボローキャンパスというところになります。はい <music> でこのパースシティキャンパスは、もう一番レクシスグループの中でも、一番新しいキャンパスになっていて、今年の3月からスタートした、はい、えっとキャンパスになっています。うん、なんでですが今今キャンパスある中でもう今一番学生数の多い キャンパスになっています、うん、でそのくらいやっぱりパースっていうエリアには魅力があって、うん、ここに行きたいっていう生徒さんがすごくたくさんあるエリアになってますねでそこのシティから距離としてはバスに乗って約40分、うん、でビーチの方に行ってもらうと私たちのパーススカーボロービーチのキャンパスがあるようになっています、うん でまずはシティのえっ、ー、とキャンパスのご紹介なんですがはい、はい、でパースのまず中心地ですね、うん、でパースの中心に関してはえっ、ー、とはいあのもうこの写真を見ていただくと分かる通り、うん、本当にビルなんかも多くて都会っていうようなイメージの学校になっていあのエリアになっていますはいでここの中心地にあるのがシティのキャンパスに なっていて、うん、はい。で現在はえっと生徒さんの数が450名います。うんはい、はい。なのでクラスに関しては朝のクラス、午後のクラス、夜間のクラスというように三 <laughs> つの時間割で運営をしています。はい。はい。でえっとクラスの平均サイズが一クラスにだいたい12人ぐらいが 平均になのでクラス自体はそこまで大きくなくて、うん、あ,のある程度小さちちい中で発言の機会なんかもたくさん取れるようなクラスのサイズになっています。うん、でシティのキャンパスに関してはどちらかというとアカデミックこう進学をしたいという方に強いキャンパスになっていて。うん もちろん、一般の英語を勉強するときは、もちろんあのどちらのキャンパスに行っても全くあの変わりはないですし、同じレベルでのお勉強ができるんですが、はい、シティキャンパスに関しては、例えば進学英語準備コースとか、うん、あとは IELTS のコースに力を入れているキャンパスになっています。シティのイメージなんですがこちら1回、うん パワーポイントのシェアをやめまして写真を、はい、あのこちらもまたシェアをさせていただければと思います。はい、これがあの、まあ、シティキャンパスの中の,あの、まあ、待合室というかラウンジエリアなんが、うんうん、本当にすごくこう広々としているのでたくさん生徒さんはいるんですがキッチンもここに一つともう一つ別なものがあるので。 混み合うことなく使うことができますね。うん、であとは学校の中がで、これがもう一つのキッチンエリアですね。うん、で外の入り口のところがあの、はい、こういう形になってます。なので、本当にちょっとこう街中にあるようなビルの中に、うん。 あるキャンパスでここの1階を使っているという形です、はい、なのでちょっとこのキャンパスを出るともうすぐに本当に街のし中心なのですぐにこうまあ、街の中を楽しんだりだとかアルバイト先に行ったりっていうことができるエリアになってます、うん、で街中ではあるんですがちょっとこのキャンパスのビルの裏側に来るとこういう風にちょっと芝があってクッションが ででここに入っているオフィスの方々とかがランチを思って外に出て食べたりとかというようなできるエリアがありますなので都会だからといってこう窮屈な感じではなくてそれが、まあ、<laughs> パースの魅力ではあるんですが緑もあってすごくそのバランスよく生活ができる都市部というような状況ですね。<laughs> でもうこの学校の裏にこういう水が流れてたり、噴水があったりっていう形なので、うん、本当にリラックスをしながらあの、生活をすることもできますし、うん、で、これが学校から歩いて10分ぐらいかなのところに行った街の中心地です。で例えば、まあ、はい、ちょっとサインの横にユニクロって書いてるのが見えたり、なので、もう本当に生活に困ることがなく、あの生活ができるあの、ショッピングができるエリアも、 学校の近くにあります、はい、でちょっと、ね、そのモダンなビルだけではなくてこういうヨーロッパ調の,、うん、あの建物なんかも多くてこのコントラストがまた面白いんですがこういったものを2つ一気に楽しめるっていうのも面白いところかなと思いますね。でこれがパースシティはこういうようなエリアに、うん、はいなってます。 ですみません、ちょっとパワーポイントに戻りますね。はい、でもう一つのキャンパスなんですが。うんはい、はい、スカーボロービーチですね。はい、で、やはりパースの魅力、ウエスタンオーストラリア州の魅力の一つっていうのが。このビーチエリアが、うん、あの、すごく特徴になってます。はい、で西、オーストラリアの西側とは違う。 で、東側は、あの、うん、海がもうインド洋なんですよね。なので、色も全く違いますし。うん、あとは、あの、夕日が海の中に沈んでいくのでが、もうベストなものを見られるのが、ここ、うん、パース。の中でも、スカーボロービーチと言われています。で、私たちの学校に関しては、ここの、もう写真である、このビーチから歩いて五分のところに、キャンパスが。 あるのが、このスカーボロービーチのエリアになっています。うん、で、スカーボロービーチは生徒数に関しては約260名<っ>で、多い時はだいたい300名ぐらいまで行くんですが、それでももう小中規模校くらいの、うん、あのキャンパスエリアです。で、 あのもうキャンパスマネージャーの臨時あの写真にあるスタッフなんですが、はい、も,うもうずっとずっと長くあのスカーボロービーチを見てくれていて、うん、すごく生徒の親身になってあの話をしてくれますしあとスカーボロービーチキャンパスには日本人スチューデントサポートを専門にしてくれているので、うん、何か困ったことがあればもちろん初めは英語で。 挑戦をしてもらいたいんですが例えばその後にどうしてもっていうことがあれば日本語での対応も可能になっていますうん、うん、はい。で、スカーボロービーチに関してはやはりビーチに近いっていうことから、うん、ヨーロッパの生徒さんがとても多くいらっしゃいますうん、うん、はい。なのでスカーボロービーチのキャンパスに関してはさっきシティキャンパスがアカデミックその進学系に強い キャンパスだったんですがスカーボロービーチに関してはケンブリッジプログラムですね、うん、すごく強くてでレクシスの中でも唯一、PET ですねケンブリッジの中の一番下の PET から一番上の CPE まですべ、はい、てのレベルを揃えているのがこのスカーボロービーチのキャンパスになってきます。なのでこう 短い期間でもしっかりと勉強したいとか、またはケンプリッジを絶対に合格をして帰ってきたいっていう方に関しては、ぜひこのスカーボロービーチをお勧めしたいなと思います。はい、はい。で、またちょっとあの写真の方をですね。はい、あのシェアをさせてください、ね。で、こちらがスカーボロービーチのキャンパスです。うん はい、でさっきの支店の,の中にあるビルの中とは違って、やっぱりちょっとこうリラックスしたようなイメージの,あのキャンパスになります。うん、でも同じキャンパスというか、建物の中にカフェとかも入っているので、こ、うん、のところであの休憩時間はコーヒー買ってもらったりっていうこともできてきます。でこれがキャンパスの中で、ちょっとこう中抜けになっているというか、2階建てなんですが、うんうん 真ん中にラウンジエリアがあるので、ここに生徒さんがみんな集まって,て、で、うん、放課後とかもお話をしている状況です、はいで。これが、すみません。ちょっともう一回なんですが、ここがあの私たちのキャンパスなんですが、うんで、キャンパスの距離と、えっと、ビーチですね。一番向こうに見えるのがビーチの距離なので、うん、たったこのくらいの距離で、さっきの、あの、もう真っ青なビーチが広がっているという場所に、 キャンパスはありますで、これがですねのスカーボロビーチです、うん、で、この真っ青なビーチが日常風景になります、うん、なので歩いてたった5分のところにこれがあるので、うん、生徒さんは休憩時間に歩いてここに来てでランチを食べたりあとは放課後にここに来てここで宿題をやったりっていうようなライフスタイルになってきます なので、やっぱりこう都会の中では体験できないような、うん、あの留学生活、日常生活っていうのがもう当たり前の毎日の生活になってきますね。<laughs> あとは、ここのビーチはもうこのパースエリアに住む方々のもう憩いの場になっているので、うん、本当にローカルの方々がよくいらっしゃいます。なので、ちょっと私もここに出張にいたときに写真とかを撮ってたんですがそうすると。うん もうここのローカルの方があれあなた観光できたの写真撮ってあげるわよってすごく気軽に声をかけてくれて、うん、本当にこのローカルの方々との距離感の近さっていうのもこのスカーボローの魅力かなと思いますね、はい、はいであとは、うん、これももうそのままビーチエリアなんですが、うん、ここのビーチがすごくイベントが多いところで,で夕方とかにはこうやって あのマーケットとかそういうものも金曜日の夕方には開催をされるので,、うん、でこういうところでローカルの方と話すチャンスとかでこういろいろな出店とかも出てるので、うん、アルバイトのチャンスとかそういうところも多いエリアですね。うんはい、なのでちょっとこの同じパースキャンパスでも、うん、全くあのシティエリアになるか。うん またはあのーそうですね、ビーチのエリアになるるかかといいううことででななななり違っった体験をできるようなエリアにはなっています、うんはい、なのでこの留学生がまだ少ないあのパースっていう魅力のあるエリアで、うん、ぜひちょっとこう留学を考えてるっていうのであればこういうメリットを使って<え>じゃあ自分であれば都市がいいかなまたはビーチの方がいいかなっていうところを考えてもらうと、うん、すごく面白い。 留学にできるかなと思いますね。はい。ね。はい、以上です。はい、はい、では、えー、今回こちらの動画ではですね。えー、日本人マーケターの若子さんにですね。レクシスイングリッシュのパースコ二キャンパスあるんですけども。その二キャンパスの違いとかをご説明いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。